違う。おお、ギリギリ入った。よし。よかった。ギリギリ。文字数ギリギリ。よし。ありがとうございます。じゃあ今日はちょっと、ごめんね、まだやらなきゃいけないことが山ほどまだありまして、全然今日はちょっと短くなっちゃうんですけれども、はい。あー、日焼けさん、たまありがとうございます。ありがとう。改めてですね、まずはですね、上にも書いてある通り、 NGT48 10枚目シングルの発売が決定しました。イエーイ。みんな待っててくれてありがとうございました。ようやく皆さんにね、新しい曲をお届けできるということで、まずはすごく嬉しいです。で、こうやってシングルをね、グループとして出せるっていうのはね、すごくすごく大切なことだし、大きな出来事なんですけれども、それが実行できるっていうかね、実際に現実できる、実現できるっていうのは、やっぱりこうやっていつも応援してくださる皆さんがいるからこそできることです。本当にありがとうございます。はい。そしてね、なんと昨日の配信、ショールーム配信でもあったように、今回は選抜ということで、今回この10枚目シングル、私杉本萌も選抜メンバーとして選んでいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう本当にね、これはみんなのおかげでしかなくて、この約2年間、みんながたくさんね、どんな時も温かく応援してくださったからこそ、こうやってまずは一つの形にできて、みんなに少しでも恩返しができたらなと思います。本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうね。そう、本当に素直にありがとう、喜んでくれて。まずは素直に本当にこうやって選抜メンバーに選んでいただけたことはすごく嬉しいですし、頑張ろうってすごく思うことができます。あ、佐藤大塚さんもタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。こうやって今回選抜制にすごく久しぶりに戻ったりとかね、いろいろ皆さんの中でももちろんこうね、思うことだったりとか、いろんなご意見あることはすごく承知の上なんですけれども、やっぱりでも10枚目っていう節目でもある大切なシングルだし、 NGT のシングルであることに変わりはないので、本当にもう責任と自覚をもちろん持ちつつも、NGT のメンバー全員でこう NGT をさらに盛り上げることができるシングルの活動が今後していけたらなっていうふうにすごく思っています。ありがとうね、本当に。あと、その昨日の夜にね、メールでもちょっとお話しさせていただいた通りなんですけれども、そう、私もこのシングル、自分の中では勝負のシングルだと思っていて、そう、いろいろな意味で私はこのシングルがきっと勝負なんだろうなっていうふうに思っていて、だからこれからも頑張っていきたいし、みんなともっと
いい景色を見れたらなっていうふうにすごくすごく強く思っているので、こんな私なんですけれども、ぜひこれからも温かく応援していただけたら嬉しいです。ありがとうね。いやでもまずは本当に、あ、髪型は全然これで固定はしていかない確かに昨日と一緒だよね、わかる。いやなんか今めっちゃ前髪長くてさ、明日はなんかまた明日もおでこ出しすると思うんですけれど、え、よかったこの髪型、よかった好き、よかった。ちょっとねなんかのっぺらぼうに見えないか不安だったんですけど、確かに意図して同じにはしてない、しかもピン変えてるんだよね面白い、ちょっと意識高い人みたいになっちゃってる。でもまずは本当に本当にみんなありがとう、もう感謝してもしきれない。なんか前回はさ、こう全員選抜だったから余計になんて言うんだろう、ちょっと正直自分でも気の緩んでたところはあったのかもしれないって、このシングルの選抜制に戻って思って、やっぱこうやってシングルでシングル表題曲歌えるっていうことってどれだけ特別なことかっていうか、どれだけ尊いことなのかっていうことがなんかもうグッって感じて、でそれと同時にね、その一員と慣れたことっていうのは本当に私の力だけじゃなくて、私の力なんて本当に微々たるもので、もうみんながこうやって応援してくださっているからこそ本当にあの掴むことができた夢だなっていうふうに思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます、あの本当に気を引き締めて責任と自覚を持ってたくさん盛り上げていけるように頑張りたいと思います。真ん中目指します、前を目指しますありがとう。でもまずはね、まずはなんかこんな堅苦しいお話ばっかりでもきっと息が詰まっちゃうと思うんですけれどまずはもうシングルですので、ぜひ曲だったり衣装だったり MV だったりね、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいなって思うし、シンプルにそうシンプルにね、シングル楽しみにしていてほしいなって思うし、あの発売されたら音源とかがね解禁されたらたくさん楽しんで聴いていただきたいなって思うし、そう私もで本当に表現することが好きだからこそ、で曲をこう自分で表現するっていうのがすごく幸せな時間なのね。だから私自身もこのシングル活動を通して表現することだったりとか、シングル自体を曲自体を楽しんでいけたらなと思いますので、よろしくお願いしますありがとう。もう少しでもなんて、もうすごくすごく大きい力になっています。ありがとうね。どんな曲かワクワクしててくださいお、ぜひぜひ明日の夜公演当日券でもぜひお越しくださいね、そうオフラインおしゃべり会、オンラインおしゃべり会もありますので、そうおしゃべり会も楽しみましょうね一緒に幸せな時間をたくさんみんなと共有できたらなと今から思っているので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。確かにオフラインやっと決まったそう生誕オンラインもあるし、ガッタファンオンラインもあるし、そうお
しゃべり会がどんどん決まっていってて嬉しいですね。当日券だと立ち見か、わかんない、わかんないです、その日によりますね。ぜひぜひ仕事を抜け出しておしゃべり会。ありがとう、ありがとう、絶対幸せにしますね。お仕事抜け出してきてよかったって思う、よくはないかもしれないけど、よかったって思ってもらえるように楽しい時間を過ごしましょう。あ、お風呂に来てくれるありがとう。そうだね、自分の名前が入った衣装がまた一つ増えるっていうのもすごく嬉しいですね。オフライン絶対に萌え、ありがとう、会いましょう絶対に、嬉しい。あ、そうそう、去年の生誕祭をさ、ライブ配信するって7月1日にねするっていう発表がありましたね。ちょっと実況できるか全然わかんないんですよ。1日の予定が今のところ全然わかってなくて、わかんないんですけど、毎度わずかで申し訳ない、ねえ待って、わずかで申し訳、ねえ申し訳ないなんて言わないでください、すごくありがたいです。もう1枚だけでも、もう1回だけでもすごく嬉しいんです、ありがとね。なんかこのピン落ちてきてる気がするんだけど、気のせいかしら。お、初オフラインぜひ来てね。え、すごい、今日誕生日迎えました。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、おめでとう。素敵な一年になりますように魔法をかけておきました。ね、ありがとう、誕生日に来てくれて嬉しい。DMM で春子の裏側が見れるけど、まあ頑張よってな。面白い、頑張よって。お、当日券ありがとうございます、ぜひお会いしましょう。そう、明日明後日連続4公演できるかな、頑張る。しかもさ、待って、明後日ね、明後日マッシーさんの卒業コンサートって公演って信じられますか、信じられないんですけど、どうすればいいですか。え、卒業公演やめませんかって、卒業をやめませんかって言いたいんですけど。え、なんで、うわー、すごい寂しい、ねえ本当に、いやね、先輩もどんどんねご卒業されて、うん、それぞれの先輩方がそれぞれの次の道を見つけてね歩み出していってらっしゃるからこそね、私たちも頑張ろうって思います。そういうのも含めて本当に今回のシングルでね、新しい NGT、 今後の NGT っていうのも見せていけたらなって思います。あ、そうじゃん、ハルチュンもさ7月、やばくない、ねえ寂しすぎる。どんどんねこうメンバーの変動っていうかがねあるからね、まあ避けては通れない道だとは思うんですけれども、これがマイナスばかりではなくね、プラスになるように、プラスになるかマイナスになるかは今これ今後も所属していく私たちとかね、
それこそ若手と言われる 3,4 期がどれだけ頑張っていくかにかかっているんじゃないかと思っているのでね、頑張りたいと思います。寂しいけどね、寂しい寂しいってずっと言ってても何も始まらないって思って頑張りたいと思います。でもまずは本当にそうちょっとエゴサとかもしてハッシュタグ杉本萌とかあとメールの返信、チャットの返信とかですごくみんな本当に温かいお言葉をかけていただいてありがとうございます。なんかね、こうやって発表してなんて言うんだろう、選抜メンバーの一員ですって発表してからこんなにも温かい言葉ばっかりをいただけるってすごく幸せなことでね、ありがとう。なんか改めてみんなの温かさに救われてます、ありがとうね。もう自慢の皆さん私何者なんだってなっちゃうけど本当に自慢です。私の強みは何って言われたら、私のことを応援してくださってる皆さんが温かいことって言えるね言います。私の強みは皆さんの力お、超久しぶりに劇場に行く、ありがとう、お待ちしてます、嬉しい。そうだね、シングルも決まったけれども、まずはまあね、ちょっと今浮き足立ちそうになるところですが、地に足をきちんとつけて、まずは明日明後日の公演をね、最高の公演にできるように頑張ります。実質っていうか本当に4公演、また2週間ぶりくらいの4公演なので、この4公演はどうしようかな、なんか目標立てたいねどうしようかな、自分の誕生日に萌が選抜のシングルが発売、嬉しい、最高の誕生日、ありがとう、めっちゃ私も嬉しい、ちゃんと目の前のことが、いやいやいや、もうね本当に私何でもかんでも先に先にってなんか思考が飛びがちなんですけど、まずは目の前の一つ一つを大切にしていこうっていうふうに思います。どうする、どういう4公演にしようかな、4公演ってか、でも最後の公演、日曜日の夜公演はマッシーさんの卒業公演になっちゃうから、そこはもうとにかくマッシーさんに最大限感謝の気持ちを伝えられるように、マッシーさんにとってもマッシーさん推しの方々にとっても最高の公演になるように少しでもお力添えができたらなっていうふうに思っているっていうのは、日曜日の夜公演としてこっちの3公演の目標立てようかなこっちの3公演は、私にしてはっていうか最近にしては久しぶりかも、明日明後日のポジションはほぼ言ってるんだけどね、ほぼ言ってるけど私にしては久しぶりかも、だからなんだろう、そうだな、久しぶりだからちょっとまあ大人っぽいもっちゃんも大人っぽいもっちゃんも見てもらったりしたり、あとはそこのポジションでしかなかなか行けない場所とかもあるから、
そういったところの皆さんと目をたくさん合わせる。あとはポジションに関わらずに一人でも多くの方に見つけてもらうこと。はい、みんなを釣りまーす。はーい、釣るって言うと難しいけど、私釣るって分かんないんですけど、とにかくできる限り最大限みんなとアイコンタクトをして、来てくださった皆さん全員に今日公園来てよかったって思ってもらえるような公園にすること。どうですか？確かにアイコンタクト、アイコンタクトですね。もうちょっと久しぶりで今から緊張してるんだよね。なんかさ、ブロックなんだっけ、季節ブロックとかもさ、ちょこちょこ変わるってなってさ、かつ私なんかちょうどさ、この1ヶ月間くらいさ、すごいごちゃごちゃで入ってるのね。そしたらなんかどこのポジションが何だったかちょっと分からなくなってきて、なんか全部ごちゃごちゃしてて、そう、もはやシンポジの気分なんですよ。全然シンポジじゃないんですけど、めっちゃやったことあるポジションなんですけど、っていう状況なんですけど、頑張りたいと思います。どんぶり巡りして公園お邪魔します。マジでも、マジで羨ましい。いいね、確かにみんな来月の公園スケジュール待ってるよね。わかるわかる、私も待ってる。わかるよ、待ちわびてるよね。わかるよわかるよ。私も待ってます。もうちょーっと待ってたね、ちょーっと来そう。ちょーっと待っててください。お、みゆみゆさんと磯丸とご飯行った。そうなんです、ご飯、お茶を行ったんですけど、そう、昨日ね、そのちょうど空き時間ができまして、どうしようかなって思ってたら、めっちゃナイスタイミングで、なんか最初私となーちゃん2人でどっかブラブラしに行くかみたいな話をしてて、で外に出たらめっちゃナイスタイミングでみゆみゆさんが なんていうの、ちょうど同じタイミングでみゆみゆさんも出てきたんですよ。で、おぉってなって、で、どこ行くのって聞かれて、でも決めてなくて。最低な先輩だよね。なんか私がなーちゃん誘ったんですよ、なんかどっか行かないみたいな。そしたらいいですよって言ってくれて、優しいよね。で、連れ出したもののどこ行くかとか全くノープランで出てきちゃうだけ出てきちゃったから、どうしようかって思ってたら、ちょうどみゆみゆさんがいらっしゃって、で、みゆみゆさんに連れて行ってもらいました。そしたらなんと、そう、みゆみゆさんご馳走してくださったんです、私とおなあちゃんの分。ありがとうございます、ご馳走様です。もうめっちゃ美味しくて、なんかあのケーキもお茶もね、お茶は大きいっていうわけじゃないんですけど、ケーキ本当にね、めっちゃ大きいケーキだったので、すごい大きいのに、で、私は白桃のレアチーズケーキをいただいたんですけど、レアチーズケーキだからチーズもちろんすごく濃厚なんですよ。でもね、くどくなくて、すごく後味がすっきりしてるチーズで、めっちゃ食べやすくて、私あんな大きいケーキ初めて食べたんですけど、人生で。もうペロッと、なんかさ、
濃厚なチーズケーキってさ、後味も濃厚だとさ、結構は後々苦しくなってくるじゃん。なんか口の中ももわもわするしなんか苦しくなりがちなんですけど、もう全然そんなことなくて、そう、濃厚なのに後味がすっきりしてるからペロッといけました。めっちゃ美味しくて、しかもお茶も私アールグレイティーいただいたんですけど、香り高くて最高、お上品もうね嬉しい。え、どこのね、なんかさ、わかんないの、なんか私お店の名前難しくて、難しいっていうかさ英語でわかんないんですよね、ちょっとわかんないんですけど、とにかく美味しかったです、ごちそうさまでした。そう、おしゃべりも弾みましたあ、ぜひみゆみゆさん、確かにみゆみゆさんに聞いてみるのが一番、むしろ後輩におごり、え、なんかそう、みゆみゆさんが最近なんか後輩をご飯とかに誘うのにハマってるみたいなことをおっしゃってて、めっちゃ嬉しい、私もいつか後輩を誘うのがにハマってますって言える先輩になれるように頑張るそう、なんか3人似たタイプ、そう、みゆみゆさん、それこそみゆみゆさんが言ってくださったんだけど、なんかこの3人って真面目ってよく言われるじゃんみたいな、真面目って言われがちな3人で、なんかなんて言うんだろう、考え方っていうのかな、なんかそういうのが似てるって思うんだって言ってくださって、いや確かにって思って、なんかなあちゃんも、まあ、私ももちろんみゆみゆさんもなんか真面目って言っていただくキャラだなと確かに思って、キャラっていうか私はどうかはちょっと分かんないんですけど、お二人はもう本当に本当の真面目ですからね。いや嬉しい、なんか私初めてこうやって先輩後輩とご飯でお茶した、うん、こんなにコミュニケーションを取ったのが初めてだったから、すごい幸せな時間でしたすごい幸せだった、ありがとうございました、みゆみゆさん、そう、初めてなの、私もう人との関わり方へったくさすぎてもうね、高校生の時からっていうか、もう地元にいた時からそうだったんですけど、そう、もう人との関わり方が下手すぎてね、だからもうそのまんま アイドルになったらメンバーとの関わり方もまだまだ分かってない人なのでちょっとこれからも頑張ります。あ、レイナさん、え、わかる、最近なんかレイナさんともたくさんねおしゃべり、もうね、なんだろう、すごいさ気さくに話してくださるから聞きたいです。お、ほんと？ファンとの関わり方最高、いや嬉しい、え、みんなとはめっちゃ関わりたいからみんなともうね、メンバーとも関わりたいし、みんなとも関わりたいです。確かに仲が深まるように頑張ります。二人の間に挟まれて身長伸ばした、あ、オセロ形式でなあちゃんも、確かにね、なあちゃんだけ身長低いね本当だわ、小柄だわ確かにいやでもいいですね、こうやって先輩そして後輩と輪を広げていけるように頑張りたいと思います。え、やば、30分、ちょっと本当にごめんね、もっと話したいし話すべきなんですけど、ごめんなさい、今日はこの辺でしていいんですか、よくないけどごめんね、させていただきます。まずそう、明日もあるということで、改めまして、10枚目シングル発売が決定しました、ありがとうございますというのと、この10枚目シングルの選抜メンバーとして今後活動させていただきます。もう本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます。
気を引き締めて責任を持って、あの NGT をより盛り上げられるシングルにできるように精一杯頑張りたいと思いますので、これからも温かい応援をぜひよろしくお願いします。そして明日明後日は公演、そしてなんと日曜日の夜公演、マーシーさんの卒業公演ということで寂しさもあるんですけど、まずは前の3公演は楽しみましょうということで明日明後日もよろしくお願いします。ありがとうね。私にとっては勝負のシングルとなると思いますね。ぜひ一緒にこの勝負を、勝ちをつかみ取れるように、勝ち、何を勝ちとするかってちょっと分かんない、なんか勝負って言ったら勝ちって言っちゃったんですけど、でもね、次のシングルに絶対につなげていけるようにつなげたいんです、はい、なんか今回限りじゃ絶対にしたくないので、ぜひ一緒に歩んでいただけたら嬉しいです。私もみんなにもっともっちゃんのこと応援したいとか、応援してて楽しいって思ってもらえるようなアイドルになれるように頑張ります。ありがとうね。改めて本当にいつもありがとうございます。これからも NGT48、 そして杉本萌の温かい応援をよろしくお願いします。いつも本当にありがとうねということで、ちょっと短くなっちゃうんですけれども、そろそろ壇上読みをしたいと思います。じゃあ13位からいくね。13位、 P さんありがとうございます。12位、ただのキノコです。選抜入りおめでとうさん、ありがとうございます。11位、マーサーさん、ありがとうございます。10位、セッテンガーさん、ありがとうございます。9位、ジュンハンさん、ありがとうございます。8位、亀仙人さん、ありがとうございます。7位、 D 山さんさんさん、ありがとうございます。6位、ハイスノーさんさんさんでさん、ありがとうございます。5位、ミノルさん、ありがとうございます。4位、チェリーモエナナグッドモーニングさん、ありがとうございます。3位、カンさん、ありがとうございます。2位、サット大塚さん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、そしてタワーもありがとうございます。これからも頑張りたいと思います。ありがとうね、本当に。ということで、なんか最近本当に蒸し暑いし、体調にも気をつけてね、水分補給、塩分補給しっかりして、この梅雨の時期を乗り越えましょう。私は相変わらず髪の毛ボサボサですかね、結局宿毛矯正かけれなかったの。あ、分かる、家事も頑張んないと。そう、これからご飯なんです。私これからご飯食べます。ということで、みんなから見てこれ10、みんなこれからご飯の方多い。あ、合ってる、よし。じゃあ10枚目の10でスクショをしたいと思います。はい、チーズ、イエー、10枚目シングル発売決定、 NGT おめでとうですそしていつもありがとうです、ありがとうございます。ということで、短くなってしまいましたが、今日はこの辺にしたいと思います。なんかこの画角編にゅんにゅんって感じですね。なんか今日目茶色いねカラコンも入れてないです。てかカラコン持ってないです。なんかカラコンって入れてみたいよね。どれだけ変わるんだろう、目の感じ。いや、分かる、筋肉ついたいんだよね。うんうんうん、
まあ筋肉痛っていうだけだもんね痛いですけど支障はまだ出てないですということで今日もありがとうございました。明日明後日の公演もよろしくね。おやすみー。